生き生き元気生き生き男の園芸塾塾長枝本です。こんにちは。今日はですね、皆さん、まあ、私のね商品とはちょっと関係ないんだけども、やっぱり油かすっていうね、まあ、有機質肥料のまさに代表格ですよね。この油かすをねより詳しく理解することによってね、有機質肥料の使い分けっていうのも非常にできるようになるわけですよね、まあそういうその、まあ、まあ私もね普段語らないんだけど、ちょっと今日は特別にちょっと語っちゃおうかなと、丸い情報も含めてね、というふうに思ってますんでね、ぜひぜひ皆さん聞いてください。それでは参ります。ハイポネクス油かす徹底解説開始です。はい、ではね皆さん、ちょっと今日もう時間かかるんで先に書いておきました。実はね今市販で売られております、まあ、油かすというものは大きく分けて3種類あるわけですよね。でこの3種類を使い分けるテクニックというものを理解することができれば、有機質肥料の代表的であるこの油かすを、まあ、しっかりとマスター使い分けができるようになります。そのための今日はねマル秘テクニックをね、皆さんにお伝えしたいなというように思ってますのでね、それでは早速入っていきましょう。まあ今ね、市販で売られております油かすなんですが、まあ、このような名称になってます。まあ、1つ目が発酵油かすって書いてある、そして2つ目が骨粉入り油かすと書いてあるやつ、そして何も書いてない油かすとか、まあ、流状油かすとか、まあ、色書いてますけども、これがまあ、普通の油かすでございます。この3つのね、油かすがあるんですよ。で実はもう結論から先言うと、これそれぞれの油かす全部油かすと書いてますが、肥料の効き方が全然違うんです。でこの違いを理解することによって使う場面が違うということも分かってくるわけです。で今ここに肥料の保証表を全部記載しました。で実はもうこれを見るだけでもうもう全部分かってしまうわけですよね。ちょっとまあ見てほしいのは NPK の比率を見てもらいましょうかね。この普通の油かすというのは窒素がまあ約 5%、 リン酸が 2%、 カリが1ということで、窒素が一番高くてリン酸がまあもうちょっと低くなってカリが低いということですね。この骨粉入り油かすも発酵油かすもこのカリの値というのはやっぱり低いということがまあ分かるけれども、まあ、やはりまあ比較的カリは低い。しかしまあ窒素だけがこの普通の油かすは高いよというふうな、まあ、状態になってます。でこれは、まあ、ちょっとそれぞれ登録の仕方が異なるので、必ずしもこの比率になってるかどうか別にして、いずれにしても窒素だけが高いというふうなことが言えます、この油かすは。で次にそのコップ入り油かすを見てもらうと、まあ、窒素リン酸カリが入ってるわけですけれども、なんとその窒素とリンの値が一緒になってるんですね。これがこの油かす、普通の油かすと違うところです。こっちの普通の油かすはリンだけ低かった。ところがコップ入り油かすはリンが窒素と同じ比率になっているというところに特徴があります。そしてさらに発酵油かすを見てみましょう。この発酵油かすはこの窒素の値が他のですね、まあ、油かすに対して低いということがわかります。これ 3%。 でそれに対してリン酸の値が窒素よりも高くなっていることがわかります。この2つの油かすは窒素の全量しか表記されてなかったんだけども、この油かすというのは全量表記だけじゃなくて、その中のこの苦用性、苦用性の苦っていうのはこのクエン酸によって溶ける成分ですね、これが 1% で、水溶性のリン酸も入ってます。でこのカリ全量も全量表記だけではなくて、苦用性カリとか水溶性のものがこんだけ入ってますよということが書かれてますね。この保証表がこの3つここに記載したんですけども、これ全然違うわけですよ。この普通の油かすですね、窒素リン酸カリのこの比率を見てください。そうすると窒素が高くてリンカリがになるにつれて下がっていってるんで、まあ、NPK だとこういうふうな下がりのこうバランスになります。そしてこのコップ入り油かすというのは窒素とリン酸が一緒でカリだけが低いというような、そういう形のバランスになります。そして最後この発酵油かすは窒素よりもリン酸が高くてそれでカリが落ちるという形なんで、山形の NPK バランスになります。この NPK バランスがこの3つの油かす全部違うんですよ。ここ非常に大きな見分けるポイントになります。そしてもう一つ見分けるポイントは肥料の種類というふうな、これが登録の表の中に、保証表の中にこの肥料の種類というのが書かれて、
でそのいるものですね、で書かれて、でさらにその横に菜種油かすおよびその粉末と書いてる、これが普通の油かす。それに対してコップ入り油かすあるいは発酵油かすはですね、生産業者保証、これ全部日本国内で大体の油かすは日本国内で作るわけなんで生産業者保証表になりますが、その前に指定配合肥料という指定配合肥料生産業者保証表というふうに、まあ、書いているわけですね。で実はこの指定配合肥料というのは実は全ての肥料成分ですね、全ての肥料原料種類、全ての肥料原料の登録を取っている場合はそれを混ぜ合わせてバルクブレンド方式によってこの一つの商品を販売できるんで、この全て混ぜ合わせた状態で登録を取らないでもいいという状態になっているわけです。これがこの NPK の比率は違うというのが1点目、そして2点目は普通の油かすだけが肥料の種類という形で菜種油かすおよびその粉末という表記はされているけども、他の2つはその表記はされてなくて指定配合肥料というふうになっているわけですよ。このように肥料の種類ということはが書かれて、この菜種油かすおよびその粉末ということは、この商品は全て菜種油かすおよびその粉末だということです。もっと言うと混ぜ物がないということです。混ぜ物がないから窒素の比率だけは高くてリンカリが低くなっていく油かすそのものの NPK バランスになっています。でこういうものは発酵させてません。ですからすぐにこれ、夏場で暑い時期にこの油かすを追肥として使ってしまうと、で水やったら発酵が始まるのでそこで発熱したり虫を引き寄せたりということで有機質肥料特有の状態、まあ、根っこを傷めたりいうことが起きます。でそれに対してコップン入り油かすは実はこのコップンと書いてるのが一つネックなんですが、このコップンというのはリンが高いわけですよ。だからこのコップンを入れることによってこの油かすとコップンを混ぜた状態でですね販売されているので、このコップン由来のリン酸が加わってるから窒素は同じだけれどもリンの値が跳ね上がってるわけです。でこの状態というのはコップンを入れて混ぜ合わせてが加工しているので、この普通の油かすに比べるとやや発酵度合いが進んでます。そして最後発酵油かすと書かれているものですね、これはリン酸が極めて高いですね。で その他水溶性固溶性といろいろ書かれているということは、さらにこのコップン入り油かすよりもコップン以外のものも混ぜ合わせてこの攪拌の状態によって発酵を進ましているわけです。発酵油かすということはすでに発酵をさせた状態でそれでペレット化して、まあ商品になっているということになります。普通の油かすが未熟に対してコップ入り油かすを中熟と考えるならば、発酵油かすはまあ完熟と、でこの完熟とまではもちろんいかないんだけれども、こちらの方が熟度が進んでるということは、追肥として使うときに、例えば夏場の暑い時期に追肥として、使うときには発酵は進んでるわけだから、いつも無機化の話しましたけども、肥料が有機物が無機になるにつれて早く効きますよ、植物は吸える形になってますよという話をしてるわけですが、この発酵が進んでるということは早く植物が吸いやすい形に変わっているということになるわけですね。ということは発酵が植物にやってから発酵が進む度合いがこちらに比べると非常に低いわけです。したがって追肥としても使用することができます。ところがこちらはに行けば行くほど追肥として使用するとやはり発酵が進んでしまう、その時点で発酵が開始されるのでスタートとされるので、やはり根っこを傷めたり地温がという問題が起きてくる。油かすというのは冬場の寒肥として、冬場にですね植物植え付けの時の寒肥として使う、つまりすぐに肥料を効かせたくない場合ですねに使った方がいいし、まあ要は私有機糖だからとオーガニックだからと化成肥料を使いたくないわという方もいるわけですよ。でそういう方はこのような油かすを使う方がやっぱり一定数いらっしゃる。その場合には夏場の暑い時期に追肥としてね使いたいんであればあえてこちらを選ぶわけ。だから一番熟度が進んでるのがこれで、その次はこれで、これが未熟な状態ということなんで、同じ油かすでも熟度がこれそれぞれ全然違うということが、この NPK のバランスとこの指定配合ということは、これ一つ一つ登録を取ってるわけなんだから、それぞれ原料を混ぜ合わせてやってるんですよね。だからこれ商品自体にこの肥料の種類が書かれてない、こういうものというのはですねある意味そのいろんなものを混ぜ合わせてるという、
いろんな原料を使ってるということの一つの証明になりますので、まあ、より熟度を進ました形になってるということが見分けるポイントになるということなんですよね。そういうふうに考えていくと、やはり皆さんが有機糖であってもどの油かすを使ったらいいのかということをがですね、まあ、分かるようになってきます。まあ、実際にここにいろんな油かすを持ってきてるんですが、これは本当に菜種油そのものですよね。その粉末そのものの状態がこういうその色なんです。まあ、ちょっと色がやや薄いかなという感じです。でここにその骨粉を混ぜ合わせてるので骨粉が白いからちょっとより白くなった状態のものが、まあ、この骨粉入り油かす、うん、まあ、中熟状態。そしてさらにここにですね、そのもちろんこれ骨粉も入ってると思いますが、そのいろんな原料を入れて熟度を進ました、まあ、発酵油かすはより色が黒くなってますね。まあ、このようにですね、油かすそれぞれの、まあ、種類がやっぱりあるということになりますので、こういうですねところを、まあ、油かすの見分けるポイントを知っておけば、どのタイミングでどの油かすを使ったらいいのということが分かるようになってくるということでございます。皆さん、油かすの実践をこれからやっていこうと思います。またちょっと見てほしいんですけど、普通の油かすと骨粉油かすね、そして、まあ、発酵油かすを持ってきました。ちょっと想像してほしいんですよ皆さんね。まあ、今これは、まあ、今ちょっと冬なわけですけど もうバラがこのようにまあ休眠をしている状態になります。まあ、こちらの、まあ、ハーブをこちらも置いてますけども、まあ、こちらはまあ今生きてますよね。うん、まあ、例えば皆さんちょっと想像してみてくださいね。このような今寝てるやつとこちら今生きてるやつ、じゃあどういう油かすを使っていくでしょうかねということをちょっと考えてみてください。まあ、私さっき話したと思うんですけど、まあ、やっぱりですね、このような休眠期の例えば植え替えとかね、あるいはその、まあ、上からばらまいてもまあいいんだけれども、やっぱり今冬だからこのバラが、ね、春になって養分を求めるときに肥料があった方がいいじゃないですか。そういう場合にはあえてですよ、こういうふうな普通の油かすを使って、今微生物の働きも穏やかだから、例えばこういうものを使って植え替えなんかをしておいてね、要は元肥としてこれを使って植え替えなんかをしておいてですね、あるいは上からまあばらまいてもいいんだけれども、今効いてほしくない場合にやっぱりそういうことはできる。ところが例えばこれが今非常に暑い夏場であって微生物の働きが活発な時にですね、例えばこれを上からばらまいたとするじゃないですか。でそうするとやっぱりここから今すぐに発酵が、水やると発酵が始まるんですね。そうすると、まあ、菌が湧いてきて、まあ、例えば虫がブーンと飛んできたりとかね、これがまだ地植えの、ね、植物であればいいけど、こんな鉢植えでベランダ園芸とかね、マンションの園芸をしてる場合にはね、ちょっとやっぱり虫引き寄せちゃったら、まあ、自分も嫌だし、まあ、近所迷惑になるかもしれないですよね。だからやっぱりね、普通の油かすっていうのは、まあ冬、しかもその元肥として、まあ、やっぱり使った方がよりいいんじゃないかなと思います。でそれに対してこちらの完全に発酵の済んだ油かすであれば、冬場も夏場も、まあ、関係なくですね、上からばらまいて使えますよね。だって熟度がもう進んでるんだから。でもこのような休眠をしているですね状態のバラなんかにこうすぐ効くような発酵油かすをやってもですね、だって今肥料効いてもらったって困るじゃないですか。ね、もうちょっと先に温度が上がってきて ね葉っぱ花を展開するときに肥料を効いた方がいいから、例えばこういうものを今の冬の時期使うんであればね、元気に育ってるような植物の上にこれを使った方が絶対いいですよね。だから発酵した油かすっていうのは夏場でも冬場でももちろん使えるけれども、休眠してなくて今生きてる状態で餌を求めてる植物が肥料を求めてるときには使える。しかも上からばらまいても発酵は済んでるから、やはり虫とかそういうものがよりにくい有機でありながらね、そういうところがやっぱり発酵した油かすの大きな特徴だと思うんですよね。まあ、すなわち発酵油かすというのはいろんなシーズンを問わずですね、いろんな状態で使うことができる。ただし今肥料を求めてないような植物に使っても、まあ、あまり意味がないよということがわかります。でしかも発酵油かすは先ほど NPK 見てもらった通りリンが高いですよね。リンが高いということはやはりの花声であったり、あるいは根声であったり、そのような効果があるよということですよね。それに対してこちらの油かすというのは窒素の方が高いわけですからね、そういったことも考えると、例えばより窒素を求めるような
まあ、あの葉物野菜で使いたいとかねいう方もいらっしゃると思うんだけれども、でもやっぱりそれが寒い時期だったらいいけど暑い時期に使うと発酵と伴ってしまって根っこを傷めてしまうという場合もありますよね。だからやっぱり発酵しない油かすというのは冬場で使った方がより安心だというふうなことをやっぱ頭に入れておくべきだと思うんです。でこの真ん中の中熟状態のね、まあ、コップ入りの油かす、これはやっぱコップが入ってるんでこうコップでは骨ですからね、非常にこの強い、ね、カルシウムももちろん入ってるわけだから、やっぱりこういうような中熟状態のものはすぐ効いてくれても困るし、あまり先まで効かなくても困る。だからちょうどその冬場使うんであれば、まあ、1ヶ月後ぐらい効いてほしいとかね、そういう場合にはこういうものを使ってもいいというふうにはまあ思いますけれども、まあ、私はまあこういう完熟状態のものが未熟のものっていうようなことをまあ使い分けるっていうようなことをね、あの念頭にですね、まあ、使い分けをしていったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっと実演してみるとこういうふうなバラであればね、まあ、今肥料効かせたくないわけだけれども、そういう場合にはこのちょっと埋め込んじゃうとかね、まあ、今こういうその肥料効かせたくないけども春に効かせたい場合にはこういうところにペレットを入れて、まあ、これあの粉のタイプのものもあるんだけれども、やっぱりペレットが巻きやすいから私はペレットをおすすめしてるんですけど、ね、例えばちょっと埋めてやる、こうしておいて、そして、ね、春に暖かくなって微生物が分化して肥料を効いてくれるという、まあ、こういうような使い方をしてあげたらいい。で逆にこういう今元気に育ってるハーブ系、こういうものはまだ根っこはこうやっぱりこの冬場でも、ね、強いですからね、生きてますからね。でちょっとその葉の色が薄くなったなというような時にやっぱり、まあ、有機糖でね、私やっぱり有機使いたいとかねいう場合であれば、こういうその発酵済みの、ね、油かすをねこういうところに入れてですね、それでちょっと土をかぶしてやってもらったらなと思います。うん、でこのペレットは簡単にばらまくから上にばらまくだけじゃいいんじゃないのというふうな声もあります。ただそれはなぜこうしてるかというと、やっぱり油かすだろうがこの発酵してる方があの未発酵だろうがね、やっぱり有機は有機だから、やっぱり有機物っていうには、まあ、虫の餌になることは間違いないので、上から例えば発酵油かすでばらまいたとしてもやっぱりですね、どうしても匂いとかねそういうものも全くないわけではない。それと土がやっぱり硬くなってしまってる状態で上からペレットばらまいても肥料が効かないという側面もあるんだよね、土がガチガチだからね。だからあえてこのフォークでほぐしてやって軽く埋め込んでね、そしてまあ上から水をかけた方がやっぱり有機資材というのは使い勝手がまあいいんじゃないかなというふうにも思ってますので、まあばらまける簡単なペレットなんだけども、ちょっとした一工夫で、これペレットじゃないこと粉のやつであればなおさらちょっとやっぱ埋めてやった方がいいというふうに思いますね。特に未熟なやつほどね、普通の油かすほどやっぱ埋めておかないと虫を引き寄せる原因にもなりますから、まあちょっとですねこういうフォーク、こういうフォークって便利ですよね、うまくですね使いながらね、あのこのペレットの、まあ、特にペレットおすすめなんで、まあ、あの油かすを使ってもらえたらなというふうに思ってます。だからやっぱりシーズン、それからこの使う場面ね、そういうものをよく考えながら油かすを選定していくということですよね。そこがやっぱりすごく大事なことだと思うので、先ほどあの私が話した内容、そして今の実技、こういうものをねうまく組み合わせながら皆様この油かすを使ってもらえたらなというふうに思います。まあ、油かすというのは私も商品の中にはないんだけれども、やはりその有機無機いろんなものをですね上手に使い分けるテクニックを持っておけばですね、よりですね皆様の園芸ライフがまあ加速していくんじゃないかなというふうに思っております。こういうその有機質肥料というのはやっぱりその発酵が始まる、分解が始まる過程というのはやっぱりこの温度とこの水なわけですよね。このまあ水をやったタイミングでやっぱりじわじわじわでそこに微生物が介在してですね、まあ、肥料というのは溶けていくわけですよね。それで、まあ、このような今冬だからこのような状態で今水をやって分解スタートさせてもあんまり意味がないから、やっぱり土の表面、冬場の場合は土の表面が乾いたらね、まあ、水をやるという形でじわじわと、まあ、肥料が分解していくように誘導してあげたらいいし、で逆にその今こう生きててでやっぱりカバンをより大きくしたいとかね、肥料を効かせたい場合には、まあ、今これ発酵油かすのを使いましたけど、これはもうすぐに効いてくれますから、もう水を土の表面が乾いてたら水をやってですね、それで肥料を溶かしていったらいいというふうに思いますので、やっぱり有機物っていうのは温度と水ですよ。この2つの、まあ、影響を受けて、まあ、肥料の分解がスタートするというそういうやっぱりイメージがより強くなります。火星の方はそんなことはないですけども、やっぱりその有機質肥料ほどですね、まあ、より温度それから水分ですね、そういうものに依存をしていきますから、
やはりその水やりのタイミングも特に冬場は気をつけてほしいなというふうに思います。皆様、今日のお話いかがでしたでしょうかね。まあ、まさにアブラカスの徹底解説をさせてもらったと思うんです。やっぱりですね、園芸っていうのはもうピンから切るまでいろんな商品がある、ね、肥料もそうだしね、農薬もそうだし、活力剤もそうだし、いろんな商品があるんですけれども、何をどのように使ったらいいのかわからないっていうね、声やっぱり皆さん抱えてると思うんですよね。そのようないろんな資材の中でやっぱり皆さん商品を選定をして、まあ、園芸ライフを楽しんでいらっしゃるというふうに思います。まあ、今日のですね、このアブラカスもその材料の一つでありますので、ぜひですね、使い分けをマスターしていただいてね、楽しいですね、お花、ね、美味しい野菜を育てていただけたらなというふうに思っております。もしね、今日のお話が皆様の心に届けましたら、よろしければグッドボタン、いいね、チャンネル登録をお待ちをしております。それでは皆様の笑顔とともに今日はこれでおいとましたいと思います。それでは、さようなら、バイバーイ。